年もよろしくお願いします。逆光で釣りづらいですが、あれ当たったね。一投目でなんか来たね。カサゴか、カサゴだね。カサゴです。ちっちゃい、見て、可愛らしいやつ。よし、来た。あー、まあまあ強い。なんだろう、誰？ああ、高野、はい。ちょっと振り上げよう。高野肌ですね。自信をなくしてきたぞ。しまったなった。これは？ん？ああ、ベラ。魚が冷てえ。よし。ベラしかいねえ。ベラしかいないんですけど。これ。どうすかな。迷いどころっすね。ここで、このまま続けるか、向こうに移動するか。迷うけど。移動しましょう。ああ、さまけてるね。はい、1.75 号のハリスを一疲労半取って、ハリをグレーバリの5号に変えました。誘導は1メートルぐらいですね。重りはなし。離れはっちゃうな。振ってこいぞ。よし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 、来た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 。強いですね。あ、出た。最悪。切られてる。いや、マジか。強いやつだったんだけどな。ハリスを2号に上げました。悔しい。この感じは一発出そうなんですけどね。
な来いよ。しましたよっしゃやっと来た。いや、あんまり出づらい。よし。いいよ。がっつり飲んでんな、これ。やりましたよ。とりあえず1枚34センチですね。あら、30っすね。ジャスちょうどぐらい。サイズはそうでもないですけど、美味しそうではありますね。
たな。大丈夫か。強い。じゃあ来いよ。サイズアップしたかな。サイズアップしたかも。上がるかな。波に任せて。よいしょ。30はありますね。あれ、なんか他の人のハリスだぞこれ。ほら、これ誰かのハリ飲み込んでるんですよ。35はいかないぐらい、34.5、34ちょっと過ぎたぐらいですね。